じゃあ、おっす。おっす。っすはい、ああ、そういうことね。うん、はい。いつも通り。はい、じゃあ楽しんでいってください。はい、よろしくお願いします。ザーヤーザーもう二人
寂しさ持ち寄って明日を欲しがるけど、君が目指した汚れないその強さで僕を壊して、誘い込んで、ちぎれるまで君を閉じ上げて。
ましたアビングドボーイスクールです。6年ぶりに稲妻に帰ってきたぞ。もし始めんなら帰ってくならこの場所しかねえと思ってたんだよ。よいしょ。Look out!
It's you feeling me, you me. You need so much more than you can get. You can keep trying not to think of it. Tell me where you are behind. What is it beating me, to me? You need so much more than you can give. You can keep trying not to look for you. Yeah. Tell me where you have been keeping on. The mouth is the way I can come. Yeah. Finally, I realize where to go. Down to the place that you've never been before. It's the
紹介します。7人目のメンバーミクラありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、稲沢ロックフェス、僕大好きで、アビングドンボイスも大好きで、何よりも高野が大好きで、僕も後輩として稲沢解禁しようだ。夜も更けたけど、今日いい天気だったね。サンライズ。だからこれ馴染んでないんだって。帰ってもらっていい？もう相当馴染んでるよ。嘘つけよ、帰れよお前。行けよ。ありがとうございました。政治に呼び戻したいと思って、こう数ヶ月でしたが、ワクワクが止まんなかったっす。久しぶりにライブも聴いたり、昔のライブの音源聴いたりとか、めちゃめちゃしました。で、みんなでこの6人でスタジオ入って、なんかそんなに詳しい近況とかいろいろ話すわけでもなく、じゃあ始めよっかっつって音出したらこれだったっす。最高なのに、一人砂尾さんはうちのバンドスコアを見ながら練習していました。本人が売り物見て練習する、どういうことだよ。一応ほら、自分で監修したじゃあ覚えとけよ。でも本当になんかこの機会があって本当に良かったなと思ってます。こういう機会を、このイネズモロックフェスを10年続けさせてくれて本当にありがとうございます。君のために今すべてを捧げよう、繋いだ手を離さないで。アスファルト錆びた雨の匂い吸い込まれてきそう。